大学生を始めます。専攻がイオズ、はい、イオズね、イオエメラルドグリーン、はい、で、高校がマッタスです。マッタスね、はい、すいません、怪我のないようによろしくお願いします。お願いします。はい、はい、ということで試合開始となります。ディオさんね、チーム作るって言ってましたけれども、いざここからディオズム、ディオグリーンエメランズかの、はい、試合がチームが始動となります。先頭の植木さん、フォアボールでしっかりと出塁します。そして2番は翔平、ん違うぞ、映画に出ていた、向こうさんの映画に出ていた翔平さん。さあ、鋭い打球がドンコー、宇宙間を破っていく。さあ、走ってもうね、植木さんは余裕でホームイン。そしてはい、翔平さんもホームイン、チーム第1号アーチ、チーム初ヒットがね、チーム初アーチです。すごいですね、初回から貴重な先制点、ナイスバッティングです。翔平ってつく人は打つんすかね、本当に。はい、そしてお次のバッターは浜ちゃんさん。はい、これが上がった打球がファーストフライとなってしまいます。でもね、ワンアウトですね、まだ。さあ、4番です。5番には桜子さんが立ちます。桜子さん、4番ピッチャーですからね。すごいですね。はい、初球はしっかりと見てボール。そして、ズボン通射に来て、この打球がサード、お、難しいボールですがね。うまくさばいてファーストショット、アウト、ツーアウトでーす。はい、お次のバッターは一般参加の小坂さんです。さあ、どんなバッティングを見せてくれるのか。はい、これサードゴロ、こちらもサードゴロですね。ファーストショットし、スリーアウト。ただこの回初回ね、いい形で先制することに成功しております。いいですね、いきなりね、先制点を奪うことができました。はい、開幕投手のマウンドには桜子さんが上がります。さあ、記念すべき第1球目、これ外れてボール、カーブかな。はい、はい、フルカウントとなってこちらがフォアボールとなります。先頭ね、出塁させてしまいましたね。はい、この打球超ファインプレーでワンアウト。これはえげつない、マジで飛んでる、マジで飛んでる。はい、そしてこれ月か、ただユーポンがお手玉、まさかのエラーとなります。1個ね、1個は欲しかったですね、アウト。うーん、ちょっともったいない。さあ、ピンチ、これフラフラッと上がっただけ、桜さんがガッチリとキャッチ、これインフィールドフライですよね。まあ、ランナーちょっと飛び出してたんですけど、最初からセカンド投げてれば、まあまあまあ、でもスタートですね。さあ、ここで切ることができるか。さあ、追い込んでます、ツーアウトの手、追い込んでおります。これフラフラッと上がってる、ユーポン見失ってセカンド後方に落ちる。まあ、こうはこれがセーフ、ちょっと当たりはね、不運なヒットでタイムリーとなってしまいます。1点を返されてしまいます。この日ね、まあ影を見た通り、野手陣はめちゃくちゃ眩しいと思うんですよね。昼過ぎぐらいだったのかな、時間的には。はい、そしてこれバッテリーエラーの間に進塁となります。はい、3ボール1ストライク、これが外れてしまい、フォアボール、満塁ですね。2アウトで満塁のピンチ、打ったー、これがレフトフライで、なんとかね、最少失点で切り抜けました。はい、この回の先頭はユーポンからです。さっきのね、エラーを取り返したいところ、初球変化球で入ってきました。はい、このバッティング、おいと、これがセンター前に抜けていく、技あり、ナイスバッティングですね。いや、いいよユーポン。はい、そしてバッターには細川さん、ユーポンスタート。はい、出している、これでチャンスになります。
ただこれ、いやすっごい変化球ですね。今のはやばい、今の変化球はやばい。はい、そしてチャンスで打席にはヒロトが立ちます。持ってきたところ、これ初球変化球ですね。いい変化球ですよね。はい、ワンボールワンストライク。この当たりガツンと打った、振り抜いた、レフト線へ抜けていく。リュウポンが回る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 、はい、ホームイン、レフト線へのタイムリーツーベース。いやー、ヒロトナイスバッティングですね。うまく高めのボールをレフト線へ持っていきました。ナイスバッティング。さあ、なおもチャンスでバッターには翔平が立ちます。翔平 TV、ガツン、これがセンターを越えていく、センターオーバーです。さあ、ヒロト回って回って、もうゆっくり回ってますね。これはヒロトは確信です。さあ、翔平さんが走る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 、そしてサードを回って、ホームどうだどうだ、これが送球がそれてホームイン、一気に帰ってきてホームランですね。ナイスバッティング、これ翔平のアベックアーチですね。ナイスバッティング。さあ、そして翔平図の龍河が助っ人参戦となっております。はい、ファーストを強い打球、そして抜けていく、ナイスバッティング。失礼します。いいですね、3人続きましたね。はい、ラストバッターにはディオ代表村沢さん、ここでディオが走っていく、すごいチャンスですよ代表、と言っておきたいところ。はい、この打球は高々と上がった打球が、はい、落ちる、そして龍河が三塁へ、これがそれる。はい、もうね、テイクアベースですね。1点ホームへ帰ってくる。はい、いいですね、点差は広がっていきますね。いいつながり。さあ、先頭を帰って植木さん、ただこれが見逃し三振となってしまい、ツーアウト。さあ、先ほどホームランの翔平さん、はい、この間に村沢さんがスタートして、はい、三塁へ進塁となります。なんかよく言ってますね。はい、フルカウント、これ逆方向へ技ありの打球だが、レフトがナイスキャッチ。うん、もう1点取りたかったですよね。いや、レフトナイスキャッチですね。さあ、この回もマウンドには桜子さんが、はい、この打球すごい高いバウンドだが、これが内野安打となってしまい、出塁となります。まあ、でもね、あそこまでちょっとね、高いバウンドだと結構きついですね。はい、そしてお次のバッターが、これがセンターの、おー、ナイスチャージ、そしてファーストソースアウト、ゲッツーです。ナイスプレー、いいですね、一瞬してランナーなくなりました。はい、ということで本日はここまでになります。次回後半戦、概要欄からディオさんのリンクチェックお願いします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャオーイエーイイエーイイエーイ翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ来て野球やろうぜー。